50、62ビッカース機関銃は基本的に後継、303インチのビッカース銃機関銃を0.5インチに拡大した機関銃である。イギリス軍が対空砲や戦車砲として使用した。日本海軍では非死1 2トル単装機銃として採用され、吹雪型駆逐艦と赤月型駆逐艦の一部に搭載された。また、 ヤクモにも搭載されていた経歴がある試作品。マーク2は1933年に採用され、イギリスのいくつかの戦車に搭載された。マーク4よび V は改良されたバージョンであり、北アフリカ軍のトラックでも使用されていた。第二次世界大戦中の装甲戦闘車両で使用するために 15mm の別先関銃にとって変わられた。 典型的な海軍の4連装対空使用。ソビエトでの使用を移したもの。マーク3は対空機銃として海軍で使用されたバージョンで、主に第二次世界大戦において、イギリス海軍や連合海軍に使用され、通常は4丁の機関銃で構成されていた。当時の全金属航空機には近距離での威力が不足していることが判明し、第二次世界大戦中には、 エリコン 20mm 機関砲にとって変わられた。海軍で使用された4連装機銃は、1丁につき200発のマガジンを備えており、1丁あたり最大700発、分の発射速度があった。4連装機銃では、射程が広がるように調整されており 910m で、幅 18m、高さ 15m に達した。ビッカースは二十秒間で八百発すべてを発射でき、 さらに30秒で再装填できると主張した。第二次世界大戦中は、モーターガンボートや魚雷艇などの小型船の動力式砲塔にも搭載された。ありがとうございます。